まず山から木を切る。木を切る。で、2番。2番は、木ごしらえする。木ごしらえする。こういう木をまっすぐする。まっすぐする。ここで曲がったんですが、うん、ここですぐ切り目入れて、これでくさび、あー、まっすぐする、うん、1本ずつするんですか、これを、うん、あ、そう、うん、全部切って歪んでるもんな、うん、この木は特にすぐ息があんまりない、へー、それを1本ずつくさびで、うん、へー、ほんまにくさびいっぱい入ってる、これ温度上げて、うん、空気にさらしたら温度白になってきちゃうでしょ、うんうん、温度が上がって硬くなる、うん、12日に燃やれてきたからね、これは早く火入れてから早くて2週間、これは火入れてから自分が高かったよ、だからこのウバメナシっていうのが多かったんじゃない、うん、昔から、あ、和歌山に、だからこのウバメナシっていうのは他の大漁に何も使えんきやん、だから炭で焼くしかない、斜面、北向きの斜面の竹の険しいところに入ったの、ビビウムも大変だし、ウバメナシをまっすぐにしてで束ねて、うん、それでここへ入れるじゃないですか、うん、今入れようじゃあこれ、うん、あ、あれ入れてんの、うん、で入れて入れて蓋してしまうんでしょ、あそこみたいに、蓋して、ほいで口で火を焚いて、うん、口で火を焚くっていうのは上から火入れるんじゃなくて下から入れてんの、あそこのとこから入れてる、下で火焚いて、下で火焚いて釜全体の温度を上げる、うん、釜全体、その時にうっかり下から燃えてしまったりせえへんの、燃えてしまわへん、燃えてしまえへん、釜全体の温度を上げて、表でどんどん燃やすことによって中に酸素が入らんから燃え込んでいかない、うん、表で火燃やしてやると、うん、その酸素の、うん、酸素が表で燃えてしまうから、燃えやんと中にも酸素がなくなってしまうから燃え、うん、酸素と入る量と出る量を調節して、うん、へえ、火は普通の最低温度、じわじわとこうくすぼり、うん、くすぼらして、うん、炭化っていうのを、うん、炭化、それで上から燃えていって、うん、上から燃えるっていうかくすぶるっていうか、くすぶっていぶされていくみたいな感じで、うん、これでだん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 下まで来て、1週間ぐらいかかって、うん、これで下まで燃え下がって、うん、それから煙で、それから2日、窓を2日かけて、うん、煙取って、うん、これで24時間、24時間、ちょっとぐらいかな、うん、かけて、今こう、打ち開いたでしょ、うん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 、それを24時間ぐらいかけて、少しずつ穴開けて、大きして、へー、で、今24時間かけて全開になった状態、そうそうそう、これだ、昨日からちょびちょび開けてたんですか、そうそう、もう思い上ずっと台風の中、うん、うん、まあちょっと待って、エアで吹いたったら起きてない、あ、エアで吹くんか、うん、あとでな、こんな綺麗にした状態では出荷せえへんねろ、出荷せえへんなあ、うん、焼き鳥屋さんとか、焼き鳥屋さんとか、焼き鳥屋さん多いね、焼き鳥屋さん多い、うん、焼き鳥屋さん、こんな竹地さんとこのほまもの炭のそんなええの使うんやな、なあ、こんな炭はあんまり使わへん、うん、こんな炭とかもっと、うん、終わったやつとか、うん。
こんな休みはどこへ行くん？東京の人。これどこ行くんだろう。大阪とか問屋、東京とか行くんちゃう？ホテルとか。なあ、うん、なあちょっと金持ちの人用よな。うん